5回戦の仕込みです。ベーシストです。これ下に見るやろ、ギターに見るやろ、これベースやろ。あれ今日はベースもちょっと弦が多い。でも僕はもっと奥で弦が多いベースを使ってます。そう、次はビートルズで出てきます。ビートルズってその知ってますか？ビートルズっていうバンドがあったんですけど、それのエルダー・ユービって曲のカバーするんですけど、なんか調べてたら66年のシングルなんですけど、なんか両A面のレコードで、でなんか A 面が両 A 面なんですけど、エラーリングと向かった方がイエローサブマリンだったそうです。今日のすごいな、今のさんが見ますね。分かる気がする。スマトルスクランドはいつもいいバンドだわ。見てください。ミソライブってバンドなんですけど、アメリカのウッドストックのジャズファンクのバンドです。多分みんな知らないと思いますけど、こんな感じのちょっと太った藤本さんがギター弾いてるような音楽です。いいね。次もこんな感じです。
で久しぶりにラインの高校生金森さんに。エブリンの金森と申します。1回生も2回生も初めてです。
ョンとか、あ、ブリー・ギャラガーって言ったりするんですけど、知ってますか？ブリー・ギャラガーって言ったりする人は、あのギターを弾いてます。ジミー・ヘンドリックスって言ったりする人もいるんですけど、その人は別の意味で、口の方でギターを弾いてます。あとは、あ、そんな感じ。普通の人は手で弾いてます。マスコちゃん、言いたいことありますか？あ、ヒカさん、セキュアご紹介に預かりました。そうそうそう。あなたまつ。最後の曲はですね、ラブテーマなんですけど、もともとスパルタクスという映画の主題歌の曲をジャズアレンジしたというところで、ヤコちゃんが死んでもやりたいと思って。ヤコちゃんから言いたい。飲み会も盛り上がっていきましょう。